ビットコインはついに冷やしのアセンディングトライアングルを冷やしの実践でブレイクいたしました。こちらのアセンディングトライアングルは 70% の確率でブレイクし、そしてこちらのターゲットは約4万1000ドルとなります。またビットコインが上昇した理由にはきちんとこちらの理由があります。こちらの理由について、そしてビットコインの最新の分析、今から購入するのは遅くないのか、そしてロングを入れていくのであればどこを狙っていくべきなのか、そして私のこちら約1億円分のロングポジションを共有していきたいと思いますので、皆さん本日の動画もぜひ最後までご覧になってください。ということで早速入っていきたいと思います。ビットコインこちらのアセンディングトライアングルね、ブレイクいたしました。まあ、かねてよりねこちらのアセンディングトライアングル私たち注目しておりましたが、この3万8000ドルより上での冷やしの実践確定がとても重大だということをね話していたと思います。このようにね何度か3万8000ドル以上挑戦はしていましたが、このように上髭を作って3万8000ドルより上での冷やしの実践を作成することができませんでしたが、ついにこちらビットコイン3万8000ドルより上での冷やしの実践確定に成功いたしました。のでね、アセンディングトライアングルはこのように安値を切り上げており、レジスタンスがこのようにあり、最終的にブレイクしたパターンをアセンディングトライアングルというのですけど、まあ、これらのパターンは 70% の確率でブレイクする傾向があります。もしビットコインは見事にこちらの 70% の確率で上にブレイクいたしました。私が注目しているターゲットゾーンとしては4万1000ドル付近です。もしなぜ4万1000ドル付近を注目しているかと言いますと、アセンディングトライアングルね、このようにメジャームーブターゲットを引くことができるのですけど、このレジスタンスとこの下のトレンドラインですね、このように引きまして、これをブレイクアウトポイントに持っていきますとね、約ね4万1000ドルが注目されてきます。そして4万1000ドルに重大なレジスタンスと噛み合っているのかと、このようにね週足での高時間軸のレジスタンスを確認しに行きたいです。高時間軸のレジスタンスであるほどビットコインは意識する傾向があります。そして見ていきますと、このようにね4万1000ドルはビットコインがかなり意識していた重大レジスタンスゾーンだということがねわかると思います。のでね、私こちら4万1000ドルに達した時、一時的にこちらのビットコインのポジションを利確していきたいと思います。約ねこちらね買い増ししまして、1億円ほどのねロングポジションになっております。現在ね約ね日本円にして150万円以上の利益なのですけど、こちらが仮にね4万1000ドルに到達するのであれば、利益が約ね 1.23 ビットコインになりますので、約ね600万円ほどのね利益となりますので、こちらに4万1000ドルをねこのように利確ポイントとしてね置きました。このようにねかなりにスキャルピングトレードしておりました。よくね質問いただくのですけど、今からロングポジションを入れていくのは遅くないんですか、ミスターケンさんとね。私ねこちらロングポジション今からオープンしても勝率は高いのではないのかと考えております。まあ、どのようにね私だったらロングポジション入れていくかと言いますと、まあ、ストップロスをね、まあ、3万7400ドル付近に置きまして、仮にここでエントリーをするのであれば利確ポイント4万1000ドルとなりますので、このようなねトレードとなります。そして直近で見ていきますと、ビットコインで4時間足で前回拒否していたこちらのレジスタンスをサポートとして変換しております。こちらものすごく上昇目線的な転換しておりますので、ビットコインがこちらのサポートをホールドしていることは上昇が継続しやすいといったねサインになります。逆にビットコインがこちらの 38,200 ドルを割ってしまうのであれば、こちらまでね 37,500 ドル付近まで下落してくる可能性もありますので、まあ、一旦ですよビットコインこちらの 38,300 ドルのサポートのホールドは見ていきたい。かなりねリスクを控えめに置いておきたい方はこのようなねストップロスでもいいと思いますが、ただねビットコインがこのようにね流動性を借り取って反発するパターンもありますので、私の経験上ストップロスを近くに置きすぎると焼かれて、ね、その後上昇するねこともありましたので、私だったらね、まあ、このように 36,500 や 37,500 に置いていきます。そしてもし私のようにトレードしていきたいのであれば、ビットゲット取引所を私使用しております。こちらの URL から登録することにより、取引手数料がさらに 30% オフになります。日本語サポート対応してます。入金ボーナス15万円。そしてね、コピートレードもね、ありますのでね、もしね、まだビットゲット取引所持ってない方、他の取引所と比べて一番安い。また私こちらバイビットの専用トレードグループを作成いたしました。このようにね500名以上のねメンバーが参加しており、トレードを毎度共有しております。バイビットの UID を含めて私の公式 LINE にメッセージお願いいたします。 UID ね確認次第ねこちらのねグループのね招待 URL をお送りいたします。でちなみになんですけど、こちらのグループまだ参加されてない方、こちら、ね、全員がね参加できるって言ったねグループになってますので、まあ、公式 LINE からね登録者に自動的にねこちらのディスコードサロン、もしね無料 LINE クリプトサロン
らどっちも参加できます。でビットコインね、私に上昇を継続すると考えております。4万1000ドルがね見ているターゲットなんですけど、この前にね39,950ドル、まあ、4万ドル付近もね、まあ、レジスタンスありますので、一度ね4万ドル付近でね虚偽が入ることをね考えててください。で下がれば買いです。下がれば買いです。3万8000ドルまで下がってくるのであれば、もうこれね買いとなります。4万1000ドルをね超えてくるかとね聞かれますと、私4万1000ドル超えると思ってます。一時的には利確しますが、私ねこちら4万8000ドル付近までの上昇、なんならねこの5万から6万ドル付近まで、ね、上昇する可能性あると考えております。今現在ねこの相場の心理チャートによると、私たちおそらくねこのオプティマズムステージからこのビリーフステージ、 Time to get fully invested ということで、本格的に投資するぞって言ったねステージに入り始めているとね私ねちょっと思ってますので、このビリーフの次はスリル、ユーフォリアということで、これ残り3つの上昇のステージがあるっていうことなんですね。私ねこちら5から6万ドルが天井だと思ってます。でおそらく5から6万ドルまで到達した時にビットコイン、いやまだまだ上がるだろうと、そういったね声が流れてきますが、そこがね真の天井となります。多くの人々が上目線である時こそが天井です。そしてまだこちらの動画見られてない方ね、ビットコインの史上最高値を訪れない可能性が高い、こちらについてね言及しておりますのでね、絶対にこちらの動画を見ていくようにしていってください。先ほどの動画を視聴したことを踏まえてこちら見ていきたいんですけど、なんとね5月の利下げからね3月の利下げへとこちらね早まりました。で利下げがもうすでに織り込まれ始めてます。昨日のパウエル議長の会見にて、利上げは十分に景気抑制的なスタンスを達成したと確信を持って結論付ける、あるいは金融緩和の時期についての憶測するのは時期なお早だと述べ、追加の金融引き締めが適切になる場合はそうする必要性があるということを話したんですけど、まあ、米金融市場で広がる2024年前半の利下げ観測を押し返した格好だということでですね、追加利上げの選択肢も維持すると述べましたが、まあ、どちらかといったらね利下げがねこちら早まってくるのではないのかといったね予想がね市場で立てられています。でこのように利下げが3月になってるんですけど、こちらのチャート見ていきたいんですけど、先ほどの市場最高値を更新しない可能性についてのね動画でもこちら話しましたが、結局相場が下げてくるのは利下げが始まった時期なんですね。なぜ利下げが始まった時に下がるのかと言いますと、市場は現在利下げを織り込んで上昇してるんですよね。ので実際に利下げが始まったら下落する傾向があるんですよ。こちら3月となってますので、まあ、ビットコインの高値が私ねこのまま通りに行くのであれば、もし仮に本当に利下げが訪れるのであれば、この3月の時期に、まあ、3月付近が私天井になるのではないのかと考えております。半減期の件も含めて私ねこちらが天井になる可能性がね極めて高いと考えております。のでねこちらの3月付近にで私はね大きくビットコインを利確し、まあ、不動産に入れていき、そして、まあ、ドル円、そしてビットコインもねショート、天井からショート決めていきたいと思います。それが私が持ってるねビットコインに対しての戦略でございます。まあ、こちらの戦略についてね YouTube チャンネルでね後ほどもっとね詳しく話したいと思いますので、まだね登録されてない方、通知でもされてない方ね、ぜひそちらの方していってください。またイーサリアムもものすごくね力強く推移しております。イーサリアムも後ほどビットコインに、ね、私ね継続すると考えております。イーサリアムは遅れて上昇する傾向がありますので、ビットコインからイーサリアムに資金に流れて、その後ねアルトコインに資金が流れてくるねシナリオを考えております。でイーサリアムね私ね現在5000万円以上のロングポジションを保有しております。こちらのイーサリアムのロングこのまま保有していきたいと考えております。ターゲットはね2500ドル、私に注目しております。イーサリアムもねものすごくね底堅くね推移しておりますので、イーサリアムは本当に侮ってはいけません。これね前回のバブルでもそうだったんですけど、私にイーサリアムのコールしたのね200ドルです。200ドルでコールとして、その後4000ドルまでね保有しました。しかもロングで。イーサリアムは本当に侮ってはいけないんで、こちらねもしビットコインを乗り遅れた方、私だったらイーサリアムを注目していきます。ビットコインドミナンスも引き続き上昇継続しており、新たにね高値更新すると考えております。ビットコインドミナンスが 58% 付近まで上昇した際にアルトコイン私注目していきたいと思います。ビットコインドミナンスが上昇するということは資金がビットコインに集中していることです。そしてビットコインドミナンスが一度レジスタンスを挑戦するということは、その後ビットコインからアルトコインに資金が流れやすくなります。その時にアルトコインに注目していきたいんですけど、それはね無料 VIP サロンの方でね特に共有していきたいと思いますので、ぜひね無料 VIP サロン参加していってください。誰でもね参加することができます。こちらね今ね現在10名しかね募集しておりません。10名超えたらねしばらくね募集しないんでね、今ねこちらオープンいたしました。まだね参加されてない方ね、こちら条件変えておりますので、ぜひね条件確認して応募してきてください。皆さん本日も最後までご視聴ありがとうございました。相場に対してどう思われますか？またリクエストなどあれば教えてください。私はビットコイン上昇すると思ってます。でほとんどね押し目つけずにね上昇すると考えております。1万6000ドルの時からね私たちのプラン変わっておりません。また次回の動画でお会いしましょう。